はい、皆さんおはようございます。コレ軍団の木丸です。今回で第16回目となりましたスロー散歩、今回担当しますのは僕でございます。今回ゴールデンウィークということで、非常にねお外の天気がいいところで撮影させていただいていますが、風が強いということでね、ちょっとね風の音が入っちゃってるかなと思いますが、すいません、こればっかりはどうしようもできませんでしたといったところですかね。今回撮影にご協力いただいたのがですね、長野県佐久市にございますパーラーバビで佐久店さん。前回ですねトニーさんが撮影に、訪れたお店なんですけれどもね、こちらで今回僕がスロー散歩していきたいと思います。それで今回の僕のテーマなんですけれども、注目してもらいたいのは、オープニングからお前踊ってたじゃないかと、ね、ダンスに関係する部分のパチスロ台は、特にあるとは思うんですけど、今日はそれじゃないんです。こっちね光る方なんですよ、ね、光るといえば、パチスロ台は告知ランプとかいろいろあると思うんですけれど、その中でもパッと浮かぶジャグラーです。ということで今回は菊丸流ジャグラー道というものをテーマに掲げて、皆さんにジャグラーの、終始に直結するような打ち方、そういった部分、さらにはより楽しめるような部分を提案していきたいかなと思います。さあそれでは、朝一の実践台なんですけれど、もうすでに大確保が済んでます。ハッピージャグラー V2 から勝負していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは実践いきたいと思います。それ1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4。それではまず実践台がハッピージャグラー V2、この台で様子を見ていきたいと思います。この台はですね、ジャグラーシリーズの中でも、特に低設定域が辛い台です。じゃあなんでそんな台座ったんだというかもしれないんですけど、実はこの台が面白いんです。一番打ち方の部分であったりね、そういったところでは多分ハッピージャグラー V2 は、初代ハッピーも合わせて楽しめるというものをお伝えしていきたいかなと思っております。一応基本としてフル攻略の手順をお伝えしますね。いろいろ左からでも中からでも右からでもフル攻略はできます。攻略全部取ることができるんですけど、メジャーなのは逆押しですね。赤7、これを上段ぐらい、上中段ぐらい狙いましょうと、ね、早速来たね、びっくりしましたね。この形チェリーかボーナスです。早いですね。大体中は別に適当でいいんですけれど、この時に左にチェリーを狙っていただくと。で失敗するとですね、チェリーが本当は角で止まるところが中段に止まってしまうというちょっとした損が生じることがある。ちょっと厄介、ここ気をつけたいんですよね。よかった、うまくいけば光る1回転、甘かった、そんな甘かな、甘んなね。一応でもね、ハッピージャグラーですからチェリーからの告知、同時成立の期待度 10% 以上あるんですよ。他のジャグラーシリーズの約2倍当たりやすい、だからチェリーからの告知は熱いんですというものになってますが、フル攻略続けましょう。7を、上中段という打ち方ですけれど、大体この形ですよ。赤7下段です。ここから告知が入ることもありますが、レギュラー確定です。すごい残念な感じだと思うんですけど、あそこの7下段から告知が入った時は残念レギュラーです。でここをピエロまで滑った時は、中リールピエロを狙いましょうと。でリプレイテンパったらリプレイですと。でピエロがテンパったらピエロ、ブドウがテンパしたらブドウと、これは確定目ですね。で基本告知が入るところというのは他に、7バーが枠内にドーンって止まった時ですね。さっきの7バーリプレイもそうですけど、ベル7バーが止まった時も、ベルまたはボーナスという形でボーナスが期待度が高いものとなっています。でこの台ですね、ベルとピエロ出現率が他のジャグラーより高いです。それぞれ先設定共通なんですけど、655分の1ぐらいなので、合わせたら370、だから400ゲームに1回ぐらいはベルないしピエロが成立してますと。だからそれを本当は取ることで、この台の辛さを補いましょうというのがフル攻略手順ですね。で逆押しはそういったものを生かしてこの台で勝利を目指していくという打ち方になります。一番ね目押しコマ数が
7常駐弾なので2コマあります。やりやすいはずなんですよ。じゃあその他一応ね、左からも中からも押すことができます。じゃあ中どうすんのって言われた時は赤七ブドウピエロと並んでるところがあるんですけど、その赤七を上段にビタ押しっていうね、これまたちょっと厳しいぞと。何にもない中リールいきなりビタ押しってね、ね、こんな感じなんですけれど、で赤七が下段に来たら基本的に外れです。まあ、告知が入ることもあるでしょうが基本外れで、熱いのはじゃあどこかっていうと赤7が上段に止まった時が、ブドウピエロそしてボーナスのパターンで、ベルだった場合はベルを滑って引き込んできます。この台子役優先なのでね、ベルを引き込んできます。7が中段に止まった時は、まあ、チェリーそしてボーナスの同時成立の可能性ありというものになってますんでね、そういうフル攻略の仕方がありますよと。そして左から、まあ、これもね結構難しいビタ押しなんですよ、ね、これもなんて言ったらいいのかな、上からバーブドウベル、ここ、ね、この位置を毎回ビタ押しすることで全攻略取れます。まあ、その代わり毎回ベルが出るんで目押しがちょっと手間ですと、毎回狙っていかないといけないよっていう、その手間を考えるとじゃあどこがフル攻略する上で最適かというと、まあ、逆押しになるんじゃないかなと思いますが、まあ、そこは皆さんの好み目押し力に応じてやっていただければいいかなと思います。まあ、といったところでフル攻略の手順はもうお伝えしたんですけど、僕がお伝えしたいのはそこじゃないんですよね今日は。まあ、僕なりの、まあ、ジャグラードですから僕ならではの打ち方をやっていかないと多分面白くないだろうというところなんですが、僕がお勧めしたいのは順押し、まあ、左から止める打ち方ですね。で左からはもうフル攻略お伝えしたと思うんですけど、フル攻略じゃないけどベルないしピエロ1個だけでも取ろうじゃないかと、普通のチェリー狙いするよりマシだよっていう、まあお手軽な打ち方、まあそのうちの一つが赤7を狙うことですね。赤7左1個しかないんで狙いやすいと思います。だいたい中段ないし下段ぐらい狙うとチェリーまで着込んでくれるので、しかもベルまで取れる、だからピエロだけこぼしますという打ち方、まあ、お手軽だと思うんですよ。まあ、こんな感じで中段ぐらいに狙っていただいて、まあ、ピエロはまあ取りこぼし確定なのでベル引き込んでこなかったという時はもう残り適当打ちで問題なしと、ね、こういう打ち方があるんですよね。で7点パッと行っちゃってもしかしたら光るかもしれないっていうね、これ簡単な打ち方、もっと簡単にしたいよっていうんだったら挟み打ちおすすめです。まあ、適当に狙っていただいて、だいたいこのような、ベルとブドウのダブルテンパになると思います。この時がですね実はチャンスでして、子役外れたらボーナスです。そんな簡単な法則があるんですよ ね。もう今回ブドウでしたけれど、だいたい挟み打ちした時の法則が、子役がまあ2種類以上ダブルテンパイして外れた場合がだいたいボーナスになるっていうのがこのハッピージャグラー左から打った時の基本的なパターンになります。だからまあこうやって外れ目になっちゃうとちょっと当たらないかなみたいな、まあ、そんなような感じなんですけど、まあ、たまにそういう期待を裏切る告知は入ったりしますが、基本は子役外れが、まあ、挟み打ちのパターンとなります。でこういう形ね、でこういう時でまあ真ん中ベルを狙っていただければ問題なしと、ね、至って簡単だと思うんですよ。まあ、こうなっちゃうともしかしたら入っちゃうかもしれないけれど、子役優勢なのでね、チェリーとの同時成立を見受けることもできるし、まあ、ベルも取れるというそこそこお手軽かつ打ちやすいんじゃないかなと思います。せっかくなんでこの打ち方でちょっとボーナス引っ張っていってみましょうか。一応設定差が、まあ、ジャグラーシリーズ共通してあるのが、まあ、ブドウですよね。ブドウがだいたい 6.3 ぐらいから 6.7 ぐらいかな、まあ、それぐらいの差で一応ブドウはありますと。6段階で差がついているので結構カウントしていくとある程度見分けやすいんじゃないかなと思います。もちろん僕も今日数えてますけれど、でベルピエロは設定差なしと、でチェリーは全設定共通55分の1ぐらい、まあ、その時の 10% からだいたい 15% ぐらい、まあ、14% ですけど、それぐらいで、まあ、同時成立するか、単純に期待度が高いのは高設定の証ですと。でチェリーレギュラーとかだったりするとなおいいかなっていうところ。でそしてハッピージャグラーの特徴は、あとその他単独チェリーと呼ばれるもの、まあ、中段に止まるチェリーが存在しています。まあ、取りこぼす場合もあるんですが、
まあ、ビッグ確定の同時成立役も存在していたりしますと。なのでこっち側狙ってると、まあ、1個の方は、まあ、中段チェリーフォローできますが、もう1個の方は取りこぼしが確定してしまいますので、何だったかちょっと分かんないよという挙動になると思いますが、中段チェリーからのボーナス設定差、確かないはずなので特に気にしなくて問題ないです。でもこれだけではハッピージャグラーね、打つことができますよと思いますが、いかがでしょうかね。この7狙い結構ねやられてる方は結構見かけます。もうちょっとアバウトに打ってる方だと、左をその7の下にあるチェリーを枠内狙う感じですかね。まあ、こんな感じで打たれてる方もいるんじゃないかなと。まあ、ここでも問題ありません。ベル引き込んできた時にベル狙えばいいよっていう打ち方にはなるんですが、そこをねちょっと弱点がね1個、弱点が1個だけあるんです。チェリーをどこで押したかなんですよね。でですね、この7の下にあるチェリーを狙った時、まあ、こっちもね毎回ベル出ないから楽じゃんと思うかもしれませんけど、ここねちょっと制御的にね厳しい時がちょっとあります。というのも基本当たる時がですね、まあ、大体7が滑ってくることが多いんですが、大体がまあベル、ブドウ、7まで滑ることが多いです。ただ左をどこで押したかでボーナスの可能性あるかないかがはっきり分かれちゃうんですね。だから目押しに自信ある人なんかは特に、ね、滑ったけど、あーこれ子役確定だねとか分かっちゃったりすると、だからそこをじゃあどうにかしたいなっていう方はあえてアバウトに打つという打ち方、これもいいんじゃないかなと僕は思います。まあお手軽ですよ、7周辺は本当ね、こうやって打ってチェリーで、まあもしかしたらね77来てバー止まってね告知来ると、あ残念レギュラーですというパターンは出ますけど、まあ、こういった感じで7周辺の打ち方左からでも十分楽しめると。その代わり注目したいのは滑りです。滑った時が熱いんですよと。ジャグラーシリーズ基本的に外れの時とかって滑らないです。あのチェリーを蹴飛ばす動きしなければ、だから外れじゃないのに、まあ、というか滑ったリールが滑ったよということは何かしら子役立ってるだろうというのが浮かびます。だけど子役がテンパイしてないねってなった時、あれボーナスなんじゃないかっていうのを楽しむことができる打ち方でもあります。おおと思ったら、なんだよ違うんだよ先告知かよ。でまあね、一発目のボーナスまさかの先告知というね、困りましたね。先告知ハッピージャグラー V2 のいいところ、先告知は単独成立が確定します。だからこのまま狙いに行って問題ありません。チェリー出ませんのでね、あとはその光った瞬間がレバー叩いた時かリールが動いた時かのタイミングなんです。それによってビッグのレギュラーの期待度がだいぶ違うと。まあ、スタートレバー叩いた時だったらビッグ確率が 90% 以上 90% あるんですけど、リールが動いてからだと、まあ、ほぼ1対1と。今ねどっちかなって言われるとちょっとリール開始時かな、だからちょっとレギュラーの可能性もあります。まあ、ただこれは単独成立、そのまま狙いに行きましょう。狙うんであればバー狙いをして、で右に固まり狙えば両方フォローできますという。おビッグだった、よかった、素晴らしい、いいね。投資たったの2000で済みました。そしてまたビッグ中がね厄介なんですよ。ビッグ中ね、あの普通のジャグラーシリーズであれば、まあ、適当打ちで紹介したくなると思うんですけど、この台ビッグ中チェリーもピエロもベルも立ちます。まあ、確率こそ低いんですけど、つまり取りこぼしが発生する場合があるんですね。せっかくのビッグ中に取りこぼししたくないよという方は、あの通常時にお伝えしたフル攻略やってください。僕はいつも中押しで大体やります。毎回ビタ押しすると大変だと思うんですけど、まあ、赤7狙っていただいて右はほぼ適当です。で、まあ、ブドウが転売したらそのまま左適当、ピエロが転売したらピエロで、7が中段まで滑ったらチェリーです。もしベルまで滑ってきたらベル狙いましょうと。一応ね通常時にもやってるこのフル攻略の手順、一応ここで練習することができますよっていう、目押しの自信ない方もいるとは思うんですが、こういったところで練習することができますのでぜひやっていただきたい。何回転だ、あ、50回転でした開始50回転です。
おっと中段に止まったらこれはチェリー、一旦手止めて落ち着いてチェリー狙いましょう。面倒な方は左からチェリー狙いでも問題ないんですけどね、ピエロベルの確率がそこまで高くないんで。ただチェリーはそこそこ出ます、気をつけてください。で赤7のところ、まあこれは多分他のジャグラーであったかと言われるとちょっと怪しいんですが、ハッピージャグラー実は1画目があるんですよ、あの赤7のところ。これ結構難しいと思うんですが、赤7を枠下にビタ押しでビタ止まり、リプレイベルブドウの形で止まった場合は、中段チェリー、まあ、取りこぼしにはなるんですけどとの同時成立確定の出目になります。まあ、本当止まんないんですよね、他の打ち方した場合。4コマ滑らせようが何しようがあの形は、今1コマ滑ったんですけどその形は止まりません。なのでもしリップ、ベール、ブドウっていう形で止まったら、あ、おめでとうございますと、ビッグ確定ですと自信を持ってください、ね、で毎回そんなとこビタ押ししてるのすごい大変なのですが、まあ、あえて先光りした時かな。でもいや違う、焚き火から単独だった、すいません無理ですね、ないですね。アート告知が基本になっちゃいますんで、毎回毎回狙ってないと見ることができません。でそんなような打ち方も実は赤7のところにはありますよと。だから本当ね、狙う位置さえちゃんと自分で把握して、あとは滑りも把握すれば、あ今何が揃うねっていうのがきっちり頭の中に入ってくると思います。これはやっぱり打ち込んでいただくとなれるかな。僕も最初は、まあ、ハッピージャグラーチェリー狙いですよ、単純な、だって子役優先ですからね、それはこうやってチェリー狙って滑ってきたっつって、今滑ってきましたから多分子役なんだろうけれど、ブドウでしたね。1画目を見せてくださいっていうなんか振りきましたけど、中段チェリーというか単独チェリーの確率とか考えると、まあ半日打って1回出るかなぐらいなんですよね。一応狙いはしますけど本当出ないです、半日打って。しかも単独チェリーって2種類あるわけなんですよ、うまいことそっち側取りこぼす側を引いてないとただチェリー出てきますっていう、おいおいおいと、まあ、そんなねレアな出目をまさか要求されると思ってなかったんですけど、僕自身プライベートで本当 1,2 回程度しか見たことないんじゃないかな、ね、一コマ早いとこうなっちゃいますからね、本当難しいですよそれ、なかなか厳しいあれですね、クリガースロ散歩では飛んでくるんですね、怖いわ。しかも何が面倒って毎回ベル狙わなきゃいけないっていうこの面倒くささ。あとはそうですね、特徴的なのがこのハッピージャグラー告知のパターンで実は設定差がついてるんですよね、先ビカリにしろ後ビカリにしろ、まあ、もちろん設定差ない告知もあるんですが、その辺も実は設定差が、まあ、微妙にあったりします。例えば先ビカリでビッグだった時ほんのわずかですけど設定4が出やすいよとか、ほんとねビビたるもんですよ、数パーセント程度ので。反対に先控えでレギュラーだった時は設定1の可能性がちょっと高いよとか、ほんとねそういったもの演出パターンでも設定差がついているという極めてレアな台です。だから本当スロマガでいう携帯サイトの水族ツールですか、あれ使う際にですね、なんだったら告知パターンも入力できます、あれを使うことでより精度の高い推測を行うことも可能っちゃ可能です、ね、そんな告知パターンなんてね、たかが、まあ、ビッグかレギュラーかぐらいしか多分特にないと思うんですけども、まさかねそういったところに差がついてるとは、まあ、正直思わなかったよと、ね、そういった工夫も実はされてますと、それがハッピージャグラーです。ぜひ打たれる際は注目してみてください。先光り多いなってなったら
まあ、単独だけれど4の可能性ちょっとあるねとか、その辺を意識してみるといいのかも。まあ、もしね悩む場合も出てきますけど、それはそれで本当微妙な差ですから、気にしなくてもいい、気にしないのももちろん一つの手で、そんなジャグラーの中で、まあ、このハッピージャグラー、まあ、V2 ですけれど、告知パターン基本先光り、そして、後告知が基本でありまして、その他プレミアム告知がいくつかありますね。いわゆるフライングスタート音、まあ、大体はレバースタートと同時にドゥトゥルドゥトゥとスタート音が鳴りますが、それがフライングして聞こえるパターンが、まあ、プレミアムの一つとしてあります。その場合は、初代のハッピージャグラー、初代のハッピーだでは、ビッグレギュラーどちらもあったんですけど、 V2 に関してはビッグ確定になります。ありがたいことにプレミアムらしくなったと、フライングスタート、まあ、ウェイトをかけつつ打つと気づきやすいのかな。本当あれ今一瞬速くなかったかなみたいな、そんな動きになると思うんですよ。まあ、それがまずプレミアム告知の一つ、フライングスタートで、その他ですね、いわゆるレバーオンで先がこ、この台告知音になった時にガコって音が鳴らないんですけど、唯一鳴るのがレバーオン時のガコです。あれもビッグが確定で、一応ね同時成立の可能性あるので、その時は、まあ、チェリーないし単独でのボーナスということなので、しっかり狙いましょうとなるんですが、まあ、出現率はなかなか出ないです。確か半日クラスかな、本当4000何分の1とか、そういったものがプレミアムとして搭載されています。昨日プライベートではちょっと引いてきたんでね、ちょっと驚いちゃいましたけど、そういえばいたなと、こいついたなと、ね、その代わりビッグ確定だから、まあ許しましょう、ね、上からで申し訳ないんですけど、僕驚くのちょっと苦手なんで、うん、先光り、先告知、まあ、ガコっていう音ですか、あれが鳴ってしまうのはできれば避けていただきたいのですが、この台の場合はもうしょうがない、ビッグ確定だからと割り切って我慢してます。その他ですね、プレミアムパターンは、告知が第3で入った時に、その他のランプが消灯するというもの、上のパネル、さらには下パネルとか、まあ電気が消えて55ランプだけが光ってるよっていう、そんな素敵なプレミアムパターンもございますと。あれ本当にね、ああいう全消灯系は多分クラシックジャグラーじゃないかな、あれもレバーオンで光った時にふっとパネルとか消えるんで、あそこからの継承だと思われます。でそんなね綺麗なパターンも実はついてますし、あとですねちょっと見逃しやすいのが、あの全然ね打っててチェリー出ないから、いつよと思ってたんですけど、ここね、この台ですね、ここの V 字のラインのところに実は LED 入ってます。でここのランプの光が赤もしくはレインボーだった時はそこも当たりになります。で一つは赤の時は、まあ、チェリーが入賞した時に払い出しの時にブブブッと赤になったりするんですけど、レインボーはじゃあいつなんのって言われると、たまにね次ゲームのレバーとかで鳴ったり光ったりするんですよ。だからね基本視線はこっちですから、こっち見てないんですよ、あれっつってっていうね、ほんと見逃しやすいプレミアムが実はあったりしますと。だから本当だったらねチェリーが出ましたの時は、まあ、こう行くのが本当は正しい動きになるんじゃないかなと思って今打ってるんですけど、チェリー全然出なくてねちょっと困ってます僕、おかしいですね、この位置チェリーこぼしないんですけど、チェリー設定差なし55分の1なんですが、ええ、全然引けませんねチェリー、最初の1回だけでしたね。困ったぞ、コインないぞ、もうでもブドウ悪くないぞ、全然悪くないぞ、この場合どうするか、おっと迷うところだと思うんですけど、いったところでチェリー迷いますね、順を信じてターンチェリーもいいんですけど、右でね二角みたいな出目出してもですね、右狙うんだったら7番は避けましょう、
まあ、あえて7番にして分かんなくするっていうのもありだと思うんですけど、僕は避けます。おい、ああ一コマ、うおっしゃー、セーフティーネット、ナイス、ね、リーチ目ではなかった、プレミアム出てなかったはずだけど光る、素敵でしょっていう、このハッピージャグランチェリー最低でも 10% 近くありますからね。危ない、持ちコインが飲まれる直前でございました。266ゲーム、さて持ちコインで何とかビッグで、まあボーナスね、ラウサイブはこの台500優先ですから、そのまま狙って問題なし、運が良ければブドウ取れますよと。レグでしたー、チェリーレギュラー、まあレギュラー中は適当打ちで問題ありません。でも設定差のあるやつですね。コインはないけれど希望がある展開、ね、レギュラー中はちなみに CT 制御だからね、まあこういう1画目がすぐ出ますと。ここね、通常時で言ってる1画目はここじゃないと止まらないんですよ、普段通常時はほぼ止まりませんと。いやーレギュラーか、惜しいな、嬉しかったけど。さあ次のボーナス目指していきましょうと、といったところですね。まあ悲しいお知らせというんでしょうか、あのですね、僕が今こうやって頑張ってパチスロハッピージャグラーの良さというものをお伝えしていると思うんですが、あまりの熱量にディレクターさんが引いてしまっていると、ね、というか多分関係者のスタッフさん皆さんが、ナイツなんでそんな楽しそうに打ってんだと、いやいや引き気味であると。あれでもスロ散歩ってそういう番組じゃなかったのかなと思ったんですけど、僕の勘違いでしょうかね。これまでにもあのレイミンさんだったりトニーさんとかが、まあ大の魅力であったりをふんだんに語るようなそんな場だと僕は思ってたんですけど、ちょっと違いましたかね、テイストが。だとしたらちょっとトーンはダウンしなくちゃいけないと思うんです、ね、実際視聴者の皆さんも あいつやべえよと思ってる方いると思うんですが、このまま突っ走れるところまで突っ走ります。いや本当それだけね、面白いとこ多いんですよ。ただその前提として言いたいのは、ちゃんと当たるジャグラーねっていう、当たらないジャグラーは確かにちょっと僕も死んだ顔しますよ、当たんねーっつって、そりゃそんな顔しますよと、当たるからそりゃなりますって。というか多分ジャグラーを普段打たない方も多分バシバシ当たる展開を味わえば楽しいんですよ絶対。でそんな感じで多分動画として お見せできれば見てる人はきっと好きになってくれるだろうと僕は思って撮影に挑んでいます。まあ、反対に嫌いになっちゃったらごめんなさいとしか言えないですがすいません、あの僕の熱量だけでもちょっと受け取っていただきたい。ジャグラーシーズンも多分1、2を争うぐらい好きなジャグラーなんで、ハッピージャグラーって、まあ、というのも4号機時代にジャグラーから4号機時代からジャグラーってあったんですが、その時にもやっぱり似たような台として5号ジャグラー V と呼ばれる、やっぱり下パネルが緑のタイプのジャグラーというのがあったんですね。まあ、その台は、告知ランプが確かピンクの豆電球だったかな、ちょっとそんなほわっと優しく光るようなタイプだったんですが、あれがねもうものすごい好きでして、まああれの流れを組むような感じなのかなと、この台は。まあ、それもあってこの台を打ち込んでおります。確かその時もリプレイズ柄は今とこのハッピー V2 と同じオッポだったはず確かね。ちょっとあまりにも昔、あまりにもっていうほどでもないが昔のことなんでちょっとうろ覚えですが、確か55ジャグラー V という台のリプレイズ柄はオッポだったはずです。その流れからか僕にはちょっとね潜在的にこの台好きと引き寄せられるようなものを多分あったんだと思います。でここねパーラバービデさんで本日撮影やらせてもらってますけど、結構戦闘グループの方もジャグラーコーナーに結構行かれたんですよ。
まあ、もちろんねジャグその5月5日を意識した動きなのかもしれませんけど、まあ、中には手堅く行きたかったっていう人もいるでしょうし、ただ、まあ、どんな理由であれ、まあ、そこで、まあ、いろんなノーマルタイプがある中、まあ、ジャグラを選んだっていうのは結構人気がある証拠なんじゃないかなと思ってはいます。やったー、やりましたー、チェリーでの同時成立2画目対角線上のリプレイ、まあこれはそうブドウとの、まあ、リプレイの並行ダブル転売の形でも言えるもんですけれど、やりましたね、これ同時成立確定目でございます。絶対当たるパターン、よいしょ、イエス、嬉しい、これなんですよ、当たったって、ね、知ってるとねちょっとおあいつ知ってんなと思わせることもできる。105回転目、いいね、どっちですか、レギュラー、そうですか、そうですか、今のところビッグは単独、レギュラーはチェリーと同時成立でしか出てないですね。ただこれで2の2です、バランスは非常によろしいと。さてこの調子をいつまでキープできるか、ノーマルタイプの打っていて、まあ、常に思うことですけど、次いつ当たるんだろうと、まあ、高設定ならまだしもですが、まあ、何しろノーマルタイプは天井がありませんのでね、今は当たったけどじゃあ次いつ当たるんだろうと、そういう不安は常にあります。まあ、でもねそれを乗り越えないと、ね、高設定だからといってねじゃあハマったからやめてしまうっていうのもいうことにもなってしまうので、そこは強い心で絶対高設定だと思うんであればぜひ最後まで粘り切っていただきたい。左滑ってあリプレイかなと思ったところで右でもリプレイ蹴っ飛ばしてたっていう、1、2、3、4で反対回して取り上げられました、1、2、3、4、ありがとう、それ相手